はい、というわけで今回はザ・アメージングデジタルサーカスの世界にやってきました。うわ、おりちゃん、こちらの場所だ。ほら、音楽も聞こえてきた。この世界ではなんとね、変身できるみたいだから、今回はアメージングデジタルサーカスのキャラに変身していきたいと思います。わあ、やった、変身したかったんだよね。というわけでね、今回早速変身していこうか。もうね、手元にあるみたいだよ。というわけでこんな感じで選べます。うわ待って、めちゃくちゃいっぱいある。じゃあ俺はジャックスになってみよう。おお、すごいすごい再現度じゃん。え、本物なんだけど。キレちゃん、キレてんのその顔。ポムリじゃなくてプルニだ。本当だ。じゃあ行こうか。プルをこっちから行くみたいだよ。なんかね、今回このマップではクリスタルみたいなものを集めるんだよね。え、何それ。あ、本当だ。ほらほら、こんな感じでクリスタルが落ちてるから拾うんだよ。ほらほら待って、もうすでに何個か拾ってることになってるんだけど、ほら611個もクリスタルが落ちてるみたい。え、そんなにいっぱい。そうで、待って、これもしかしてさ、あのマップだ、原作で出てきたやつだよ。え、どこに行こっかな。こんなのあったっけ。ファンアートルームか。え、じゃあまず広場行こっか。サーカスのとこ行こう。おし、おお、来た来た、プルオ。あ、本当だ、あのサーカスの場所だ。グローインクいるんじゃない。そうそう、これはね、グローインクが出てくる場所だね。待って、これグローインク毛布あるよ。え、これか。おお、そうそう、グローインク兄弟で行こう。おし、これでね、集めます。これ本当にグローインクになった気分で、これ原作ではここに料理が置いてあるんだけど、え、料理じゃない。待って、この上登れるじゃん。登っていこうよ、プロ。お、いいね。さあ、この上拾いながら登っていきます。よいしょ、うわ、細いな。いける。お、ギリギリだ。さあ、ジャンプしていくいね。ナイスナイス、オッケーオッケー。あ、倒れてる、誰か。何、誰か倒れてるね。何があったんだろう。もしかして俺たちより前に来たさ、人たちなのかな。うわ、難しそうじゃん。おいしょおいしょおいしょ、おし、来ました。これは一体何だろう。お、待って、上にキンガーがいた。キンガーが上に乗ってるな。でもここは全部拾えたかな。わ、おりちゃん難しいよここ。お、頑張ってる、プルインク頑張ってるよ、頑張れ。お、おいでいていた。お、全部集めないとね。先生行こう、先生行こう。わ、下に怖いおじさんいる。え、本当だ、おじさん見てる、怖い。おし、じゃあプルインクこっちだ。お、本当だ。おいしょおいしょ。お、戻ってきた戻ってきた。で、次は原作では自分の部屋、自分の部屋に行ってた、こっちだ。あ、廊下のところか。そう、廊下のところに行ってました。さあ、みんなも覚えてるよねこの廊下。ほらほら、みんなの家がある。ほら、すごいすごい、おジャックスの写真だ。なんかぬいぐるみの写真だな。で、え、何この4人組、誰誰だ。おじさんたちの部屋。そして、あ、これなんか知ってる、このキャラクター見覚えがちょっとあるな。いろんな人の部屋があるね。待って、ここでは確かこの女の子ラガタ、このラガタがね一番出てたかな。あ、本当だ、いいね。おいしょ。おー、そうそう、この二人で出てるシーンが多かったんだよね。もし原作をさ、ちょっと再現しながら集めていこう。待って、この辺はみんな真っ白だよ、誰も住んでないのかな。あ、待って、カフモだ、ここ開けれないかな。ここにあのバグのやつがいるんだよね。え、入れる、ちょっと待って、全部集めて帰り行こう。おし、準備はいいかな。オッケー、行きます。じゃあ入っていきます。おお、お、すごいすごい。あ、でもいないぞ。お、ちょっと出てる。ちょっと出てる。あれ、入れない。入れないの。あ、入れた。あ、入れたんだ、足が引っかかってたのかな。うわ、写真とかめちゃくちゃ可愛い。あ、カフモの写真だ、かわいいね、カフモ自体は。とりあえず、何もないか。こんな感じだったんだ。ここは原作ではあんまりゆっくり見れなかったから。おし、行こう。お兄ちゃんもうないよ。おし、じゃあここはオッケーだね。あ、うちも入れるよ。え？プルモの部屋入れるの？って、おいしょ。え、こんな部屋だったの？え？本当に？何これ？あ、座ってる。え？本当だ。あ、ポムリに写真がある。お、ほんとだ。え、待って。
なんでジャックスの写真あるの？ジャックス好きなのかな？あ、そうなのかも。なるほどね。原作では来たばっかりだからさ、部屋に入ってなかったけど、部屋に入れるんだ。あ、入れる。え、待って、クリスタルあるじゃん。ほんとだ、隠し部屋だ。あ、中にもクリスタルあった。よし、じゃあ行こう。面白いな、いろんな部屋入れるんだ。このおじさん4人の部屋は？うわわわ、え、なに？おじさん4人のアバター？これ何？何もない。え、クリスタルもない。あ、なんか上にエビ乗せてる人がいるけど、なんだこの部屋。もし戻ります。虚無世界みたいな感じだった。本当だ、虚無の世界だ。次ジャックスの部屋入ろう。あ、待って、ジャックスの部屋もある。ジャックス人参人参の部屋だったんだ。ジャックスの趣味こんなやつなんだ。わからない。全部わからない。ほんとだ！あ、待って、ポムリの写真置いてある。両思いなのかな？え？そういうこと？あ、これウサギのキャラだね、有名な。これはわからない。変わった趣味だな、ジャックス。もし行こう。じゃあ次、このワンちゃんの部屋。クリスタルありました。よし、このクリスタルも拾おう。待って、ここさ、日本の部屋っぽくない？レッツスピークジャパニーズ。日本語を喋ろう。なぜなら日本語を喋ろう。どういうことだ？日本語の言葉、あ、日本の絵文字がある。日本の部屋なのかな？富士山もある。え？不思議だ。じゃあ、ここは全部回ったかな？よし、出よっか。こっちだね。よし。さあ、というわけで廊下の部屋行きました。あ、待って。グロインクがいる。なんで？あ、グロインクが散ってる。集められるのかな？あ、集められない。じゃあ次は、あ、地下の世界行こっか。こっちだ。待って、ここはね、グローインクの、親玉、グローインククイーンがいるはずなんだよね。探すか。うわ、待って、グローインクがすごいいっぱいいる。ほんとだ！原作でもこんなにいなかったんじゃない？確かにね。めちゃくちゃたくさんいるじゃん。さあ、こんな感じで集中。おし、いけました。おい、いけた。おし、じゃあ、プリオ。何ですか？このマップではさ、キンガーとズーブルがよく出てたからさ、原作通りに変身してみよう。じゃあ僕ズーブルになるよ。じゃあ俺キンガーになってみよう。おいしょ。おー、キンガー。完全に原作通り。僕はズーブル。おー、最高だね。おし、ズーブルは確かね、バラバラになるんだよね。おし、ここでの目的は果たしたんじゃない？おし、戻ろっか。おし、戻ります。エスカレーターだ。エスカレーターで戻ろう。さあ、こんな感じで原作通りね、エスカレーターで戻ります。面白い、本当に原作通りだ。グロインク引っかかってるぞ。よいしょ。じゃあ次はね、出口行ってみよう。出口、おお、来た来た。ここはね、ポムニが迷い込む出口の世界。じゃあ今回は俺もポムニになるんだけど、俺はね、違うバージョンのポムニになります。プロはいつも通りのポムに頼んだ。おいしょ。おー、来た来た。ポムニ兄弟だ、かわいい。ポムニ姉妹か。なるほどなるほど。お、ちょっと色が違うんだね。たまに、あ、出口閉じられてる。そんな、出れると思ったのに。この世界はね、だいぶぐるぐるしちゃうんだけど、あ、これあの怪しいパソコンだ。あ、待って、ここ閉じられてるじゃん。入れない。あ、登れる、登れるけど。あ、待って、入れた。こっち、秘密の道があるよ。え、死ぬの？ほらほら、あ、待って、出口ある。うわ、なんだ、目がある、怖いな。こっちはなんか可愛い猫の絵がある。どういうこと？写真かな？にしても不気味だね。ちょっと近づいてみるか。うわ、恐ろしい色のテーブルがあるね。ここと、石になってしまった女の人だ。さあ、出れるかな？あ、出れない。ダメだ、やっぱり出れないんだ。不思議な世界だ。あ、これも取っとこう。よし。ここはすぐに出る感じかな。よし。出ます。戻ってきたね。じゃあ次はさ、これだ。虚無世界行ってみようか。よいしょ。うわ、え、虚無世界めちゃくちゃフィーバータイムだ。ほんとだ、やった、取り放題だ。あ、戻ってきた。さあ、こんな感じ。うわ、すごい気持ちいい。よし。取りまぐろう。さあ、というわけで集め終わりました。石に集まり終わった。
で、あと変身してないやつに変身しておこうかな。あ、このね、キンガーの違うバージョン。うわ、でかっ。なんかすごいでかくなっちゃったんだけど、プルオ。え、うわ、なにお兄ちゃんそれでかっ。でかすぎない？目に唇ついてる。なんだこれ。よし、行こう。おしおし、でっかいな。じゃあ、あと行ってないのはどこだ。あと、このファンルーム。ファンルーム行ってみよう。怪しいね、なんか。あ、なんだこれ。あ、ファンの絵が書いてある。ここもヒーバータイムだ。お、すごいすごい。さあ、というわけでクリスタルは全部集め終わったかな。あとはちょっと絵でも見ていこう。気になる人の絵。お、ジャックスの絵とかもあるし。え、すごいな。みんなのファンの絵を集めたんだ。ほんとだ。いいな。うわ、待って、すごい。ホムニーの擬人化バージョンがある。すごい、かわいいじゃん。ホムニーってこんな感じなんだ。おじゃ、そういえばさ、あの世界の後ろにも世界あったよ。え、最初行ったところ。そこもちょっと行ってみようか。こっちこっち。お、そっちか。あ、向こうか。そう、芝生のところ。お、ほんとだ。ここもってデジタルサーカスのあの広場か。あ、なるほどね。ここもちょっと忘れてたな。さあ、拾っていきます。ちょっとでかすぎて見出しすぎだから。うわ、待って、なにこれ。え、乗り物あるの。なにこれ。ジャックスの乗り物乗ったんだけど、見て。え、いいな、俺ちゃん。え、乗れるんだ。あ、キンガーの乗り物とかもあるしさ。これに乗ろうかな。ちょっと待って、俺も小さくなろう。小さいポムニーになって。あ、キンガーに乗った。じゃあ俺これ乗るよ。どうかな。なにこれ。めちゃくちゃ面白いじゃん。ジャックス好きだからジャックスに乗ってみよう。おー、いいねいいね。これで集められるんだ。あ、ポムニカーあるじゃん。かわいいポムニカー。おー、すごい。ポムニカー胸の真ん中に乗るんだ。すごいな。面白すぎるでしょこれ。さあ、というわけで全部集め終わったけど、あ、待って、変身してないのいた。なんとガングルに変身してなかった。あとバブルにも変身してないね。え、バブル、何それ。あ、これだ。お、かわいいじゃん。さあ、こんな感じでバブルとガングル揃えました。さあ、行ってみようか。あと上かな。上があと拾えてないかも。あ、ここもあった。よし、ちょっと拾い忘れたのを拾っていきます。さあ、ガングルとバブルで上を目指します。さあ、上にケインはいるのか。ケイン見つかればいいな。さあ、結構ね、原作を再現してきたと思うんだけど。さあ、こんな感じで。お、え、待って、特に何もなかった。じゃあ待って、向こうだ、向こうの方行こう。じゃあこっち行きます。こっち最後行ってみよう。あ、待って、取れてないのある。おいしょ。こんな感じで登っていって。お、難しいな。なんだこの傾斜、すごい坂だ。うわ、待って、落ちるじゃん。さあ、もう一回行きます。おいしょ。あ、行けた。で、これをこうして、おお、行けました。なんだこの道、向こう行けるかな。せーの、おいしょ。お、行けた、行けたけど。あ、登れるんだ。お、登れる登れる。これズルなんじゃない。お、登れた。え、え、消えた。なんで。なんと壁を張ると行きます。あ、壁張ってきたよ。おし、というわけで頂点まで登れました。これが本当の虚無世界かな。登っても何もない。あ、虚無世界向こうにあった。これじゃもう見えないよ。というわけでね、原作通りで面白かった。というわけで今回この世界が原作と似てると思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。はい、結構似てて面白かった。また面白いデジタルサーカスの世界があったらやっていくから、絶対に高評価チャンネル登録してまた見に来てください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたな。またねー。にー、おー、どっか消えてった。